共生局は、太陽国法務省の内部部局。受刑者の交流、構成を目的とする部局で、本局所在地は、太陽国、ノンタブリー県ムアンノンタブリー郡である。チェンマイ女子共生施設対共生局は144の中央刑務所、県刑務所、軍刑務所及びその他の共生施設を管轄する。二千十四年二月時点で、対陽生局が公表した資料によれば、 収容人数は女性4万1694人、男性24万7889人である。麻薬取締法違反で収監されている受刑者の数は全体の半数以上に上る。バンクワン刑務所には男性死刑囚が収容されており、刑務所内に処刑場もある。クロンプレム刑務所には女性死刑囚を収容する旨がある。対共生局では、 レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンターの受刑者を安全面から他の受刑者と分けて習慣する動きがある。ミンブリーク刑務所は予備計画によって LGBT 受刑者用に使用される予定となっている。自身を LGBT であるとする受刑者の数は4448人で、うち2258人が女性、2156人が男性。 34人がトランスジェンダーであり、体全体の受刑者数約30万人のおよそ1%に当たる。ありがとうございます。